はい、速下塾の久保です。本日はですね、まあ、マイアミというね、フロリダ州の街にスポットを当てて、えー、この動画をお送りしようかと思います。まあ、というのはですね、理由は2つありまして、まあ、フロリダ州ってのはですね、昔から私が、 世界の有数の高級リゾート地としてですね注目しているところでありますし、プラス、フロリダ州のガルフブリーズってところがあるんですけども、ここはですね昔からあの宇宙人とか UFO がよく出るっていうところでね、私ね私、ね幼い頃からね結構のフロリダ州に憧れがあったわけですよね。で、もう一つの理由は、このマイアミという大都市に、即、ま、華、あ、塾の塾、ね、生さんがいらっしゃるんですよね。 で、その熟成さんのね、放送が結構面白いということで、えー、ついついね、見入ってしまって、皆さんにもシェアすることがあるわけなんですけども、今日は簡単にマイアミという街をちょっと紹介しようかと思います。えー、ご覧のような地図で言うと、右下ぐらいですかね、マイアミという街があ見て取れます。今、点滅してますよね。で、左側に、えー、簡単な説明が出てます。マイアミっていうのはアメリカ合衆国フロリダ州にありますよ、ということですよね。なんかハワイみたいな写真ですね、これはね。 で、マイアミっていうところをさらに掘り下げてみると、はい、マイアミ、ディズニーワールドっていうのがあります。私ね、ディズニーランドがあるのかと思ったんですけども、そんな規模じゃない、もうとてつもないディズニーワールドっていうね、むちゃくちゃすごいところがあるらしいです。まあ、画像を見るだけでわかりますよね、えー。この素晴らしさというかね、この規模というか。うん。で、どのぐらいの大きさなのかなと思うと、まあ、山手線があるじゃないですか、東京の。山手線を2つ並べたぐらいの大きさが、 あるそうなんですよ。でかいですね。山手線っていうのは、これですよ。これが二つですよ。皆さん、山手線をぐるっと一周すると、確かね、私覚えてないんですけども、一時間前後かかったんじゃないですかね。ぐるっと電車で一周すると。ね、上野から東京から新宿までぐるっと回るじゃないですか。ディズニーワールド、その二つ分ということなんで、もう遠もない大きさですよね。はい、次。マイアミには、 ユニバーサルスタジオもあるんですかね。要するに、レジャーランドの島と言ってもいいのかなと思います。まあ、こういうところね、私はね、テーマパークとかレジャーランド好きですからね。あ、ちなみに、マイアミ・バイスっていう映画もありましたね。なんか、トレンディードラマっていうのが昔日本でもありましたけども、あんなイメージかなと思います。うん、まあ、見たことないですけどね。いや、でも、ため息が出るほどすごいところだなと思いますよね。じゃあ、最後にね、私がどうしても伝えたい、マイアミの特徴です。 ドンマイアミっていうのはスターアイランドというね大富豪だけが住んでる島があるんですよ一戸建てが一個行って最低5億円するみたいなね <laughs> で10億円とか30億円のもうそういう風なな一戸建てなんて当たり前のようにあってでほとんどの一戸建てにこれ島ですよねあのクルーズ船がもうついてるんですよついてるというか船まで買ってるんですよね家だけには来たらず。 で、そういったお金持ちの家をぐるっと回るツアーまであるわけなんですよね。あ、これ私が作った動画ですよね。<laughs> スターアイランド潜入みたいなね、そんな動画もありますけども、ほら、すごいですね。まあ、お金持ちが羨ましいなと思って見るわけじゃないんですけども、やっぱりね、想像できない暮らしを送ってる方がいるっていうのは、まあ、ある種ね、興味をそそられるなっていうところがあります。うーやっぱりね、この、別に船が欲しいってわけじゃないですけども、 どんな価値観でどんな収入源を持たれていてそしてねどんな人格なのかなとかねどんな気候なのかなとか、まあ、興味がきないですよねえー、まあこれすごいですね全部海沿いにあってうんまあ船のね港がそれぞれの家にあるというねえー、まあこういうヨットは小さい方ですよもっとでかいね こんなヨットとか、ビル・ゲイツみたいなヨットとかがね、並んでましたね。で、マイアミに、えー、お住まいの、海外駐在員としてお住まいの、おー、方がですね、えー、F さんと言わせていただきますけども、F さんが毎日、即可塾の活動報告をしてくださるんですよ。うん、1本とか2本とか送ってくださるんですけども、これがまたね、面白いんですよね。まあ今回はね、えー、そちらの方にも URL つけときますので、 これご協会いただきましたのでちょっとね見ていただきたいと思います、えー、私がね質問したのはまあアメリカの方とかフロリダマイアミの方は現在のトランプ政権に対してどういうふうなイメージを持ってるのかなとかねそういうことを聞いてみましたそしたらやっぱりね分かりやすく直球の答えが来ましたので、まあ、URL をたどってね、えー、その F さんの言葉を聞いてみていただければと思います、えー、ちょうど F さん、えー、昨日から今日にかけて日本に向かってるそうですね もしかしたら、街角ですれ違うかもしれません。とっても特徴のあるね、えー、優しくて、えー、もう、面白そうな方ですからね。動画から見てもその人柄が伺えますんで、えー、ぜひね、街ですれ違いそうになった時は、よう F さんみたいな感じでね、声をかけていただくといいのかなと思います。はい。それではまたね、よろしくお願いします。